はい、レオンチャンネルです。三段変形デラックストライドロンを開封しましたので、ついでにこの2つも開けましょう。トライドロンと同時発売ですね。1個はデラックスシフトカーセット02、めくるとこうなってて、定価は1400円で今回は1120円で、もう1個がタイヤ交換シリーズの02タイヤセットファースト、フォームチェンジアイテムが出るのが早いですね。では開けましょう。ただこれパッケージを見てわかるんですけど、中に入ってるのがタイヤ3つなんですよねなんでこう絵力的にはちょっと地味なんですが、パッケージはこうで、開けましょう。はい、出すと、あーなんかこうフルーツの、去年のガイムのフルーツに比べると見た目のインパクトは弱いですかね。はい、タイヤタイヤタイヤローヤーモンスター。あ、でもこれが面白い。タイヤが3分割されてて、これをこう中に入れてパカッとはめることで、あ、こういう感じですね。とりあえずカチャッとはまります。まあ、他のアイテムはもうシンプルにタイヤですから、特に説明することはないので本レビューで遊びましょう。やっぱちょっとタイヤセット地味かな。次、もう一つがデラックスシフトカーセット02。今回は早速変わった感じのシフトカーが入ってますよね。はい、中身を出すと、1個がタクシーかな？何でしたっけ？ディメーションキャブ。そうですね。キャブっていうぐらいですから、このアメリカンなイエローとタクシーのデザイン。へぇ、思いっきりタクシーって書いてありますね。これが1個と、もう一つが、ベガス、ラスベガスじゃなくて、ドリームベガス。ドリームベガス。アメリカンドリーム的なノリのシフトカーなんでしょうか。お、これはクリアホワイトが、あ、かっこいい。777。フィーバーしてて、レバーですかね。で、ドルドルドル。へぇ。で、後ろ戻る。へぇ、ドルドルドルですね。いやこのような感じです。ちなみに、ちゃんとトライドロンのここの後ろにはカチャッとセットできますので、という感じでタイヤ増える音声も出ますし、タイヤをはめることもできそうですね。おお、これは早速トライドロンがなんか派手になりそうな予感です。まあでも去年のガイムがデラックス系の追加アイテムだと音声が鳴ったので少し寂しいですね。では今回開封したデラックスシフトカーセット02とタイヤ交換シリーズ02タイヤセットファーストは、詳しい動画をアップしましたら下の説明文に貼っておきます。以上、デラックスシフトカーセット02とタイヤセットファーストの開封レビューでした。